はいどうもお疲れ様です11月23日、えー、祝日でございます朝5時の相場解説というかねお知らせですね今回はね、えー、まず一つ目のお知らせなんですけどもここを真ん中で区切ってそしてここが変わり目のレンジという風にした時に、うん、左右対称のような感じにまあなんとなく見えないかなと思っています、えー、ここでね n 字を書いて下がって横に で左右対称のようにこうなってここに N 字を書いて上の方に行くとで現在こことこれが符号しているところかなというところですけどもこれはまだね形成中ですからまあ同じようになるか分かりませんその後上の方にトンと抜けていって横ばいになってさあ上に抜けたよってなったらもうパーフェクトですね まあこれってのはね別に理論や理屈があるわけじゃなくて何度も何度も見かける形なんですよですんでこれがテクニカルなのかなというとねなんかなんとなくね窓と同じようなあの迷信みたいなもんなんですけどもでもこうなる可能性がね確率が高いから私もねえお話ししてるわけなんですよね うん、まあ、ですんであまり責任は持てませんけどもこういう風になりがちだよってことと今回もまんまとそうなったよってことをねここでお知らせしたいと思いますさあそして今日なんですけども23日こういう風になってますとても珍しいですけども日本市場が休場アメリカも休場ということでドル円を司るアメリカと日本が両方ともお休みですからもう再度申し上げます今日はねトレードしないでください休んでください 明日に備えてください。私の方もね、この放送を持っても、あとは何もしませんので、やっぱりドル円を司る巨大市場の日本とアメリカがやらなければ、これね、二度と見れないぐらい、すごくレアなね、あの、マーケットができると思うんですよ。で、そこで攻略したにしても攻略してないにしても、二度と同じような場面が現られない以上、 もうあんまりね、やっても意味がないのかなと。しかも、テクニカルもどこまで通用するのか全くわかりませんので、一日中ファンダメンタルみたいな感じじゃないですか。かこういう日はもう割り切って休みましょう。あの、ただでさえね、日本市場が休みの時とか、アメリカだけ休みっていうふうな片手落ちの時でも、普段よりも動きが悪いですから、動きがすごく少ないですからね。まあこういう日は、うん、何が起こるのかわかりませんけども、ほぼ動きがないんじゃないかなと思います。はい。ということでね、水木金はちょっと難しいって言ったでしょ水曜日は、 あの大きな FOMC がどんな影響を及ぼすのか分からないっていうところでその波風が収まるのに、えー、午前中は十分かかるのかなっていうところもしくは何もないかもしれないっていうところでねもう本当にわけの分かんない朝4時の FOMC のわけなんですよで木曜日はこんな感じで日米が休みとで金曜日だけブラーンとまたねやってきますからこの水木金はが難しいぜっていう話で月火はしっかり取れたんでよかったかなっていうところとなんだかんだで、えー、結局ね え水曜日もあの変なね左右対称みたいな形をね私が言ったのもありますけども割と取れましたみたいな感じでねただこれはあんまり理論とか理屈じゃなくって感覚値なんでまあ覚えといてくださいって程度のもんですねはいじゃあ,あの水曜日もまんまと儲けた方本当おめでとうございますこんなね私のアデずっぽうと言ってもいいようなあ理屈ですけどもでもこれ本当によく出るんですよだから覚えといてくださいねこの相場解説の中でも何回か紹介したと思いますけども で今日はしっかり休むこと金曜日に備えてください、えー、それでは今回は以上ですお疲れ様でしたそれではまた明日